富山の堀光堂です。今回もよろしくお願いします。今回はですね、質問箱にお答えしますということで、今回の質問は、はい、こちらになります。ありがとうございます。新型コロナウイルスの無症状の方を対象とし PCR 検査をしている病院が郊外にあると聞いたのですが本当ですか、ということで今回こちらの質問に答えたいと思います。はい、ということで、新型コロナのですね、無症状の方を対象として PCR 検査をしている病院が郊外にあるんですね。PCR の、検査ですね、PCR の検査をしている病院が、郊外にあるという、そういうお話ですね。郊外にあるよっていうことが、今回の質問に、質問箱に来た質問なんですけども、本当ですかって聞いたのですが、本当ですかっていうことなんですけど、ちょっと、どのことなのかなってちょっとわからないんですけど、今回ですね、お答えしますけれども、一応僕がこれじゃないかなっていう、ところがあるので、ちょっとその思いとかね、これなんじゃないかなっていう思いがあるので、今回紹介したいと思います。はい、ということでですね、今回、質問の回答としては、これかこのことかは分からないんですけど、ドライブスルー方式の PCR 検査ですね、ドライブスルー方式スルーの方式の PCR 検査っていうのが5月ですね、今年の5月の18から始まっているそうなんですけど、これっていうのは何かというと、そのドライブスルー PCR って一応書きましたけど、その正式名称は地域外来の、地域外来検査センター、という名称だそうです。はい、地域外来検査センターという、そういう名称だそうなんですけど、このドライブスルー方式の PCR 検査ですね、なんですけれども、今回、ご紹介するこれっていうのは、富山市と、滑川市と、上市町ですね、あとは、立山町と、船橋村ですね、この5つですね、富山市、滑川市、上市町、立山町、船橋村、この5つの、箇所でですね、その地域外来検査センター、ドライブスルー方式の PCR 検査っていう、要は検体採取ですね。要は検体採取。はい、ドライブスルーで検体採取っていうことですね。で、こうなると、郊外とか病院とか、要は地域外来検査センターだから、病院に入るのかって、そうですね、医師会が共同運営しているとかっていうことなんで、これ、5月18から、始まってるということなんですけど、多分これのことをおっしゃってるのかなってちょっと思います。はい、今回の質問ですね、新型コロナウイルスの無症状の方を対象として、PCR 検査をしている病院が郊外にあるっていうことなんで、こうやって郊外になってくるのかなっていうなのかなと思いますので、僕あくまでね、僕ちょっと個人的なんですけど、その今回の、質問に、これですね、郊外にある病院っていうのは多分これのことなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、今回ですね、新型コロナウイルスの、無症状の方を対象として PCR 検査をしている病院が郊外にあるっていう
ことだそうなんですけど、おそらくドライブスルー PCR っていうかね、あのドライブスルー方式の PCR 検査、検体採取をしている地域外来検査センターのことなんじゃないかなと思います。はい、あのこれだとすると、要はそのあると聞いたんですが本当ですかっていう話なんです。あの要はこれだとするとね、これがそうだとすると、本当のことになるのかな、本当ですかって、あの今回、質問がありますので、本当ですよっていうことですね。はい、ありますよっていうことに なるのかなと思います。はい、まあ、でもね、今回の、質問者の方はこれ、これあの質問されてますけど、もしこれじゃなかったら、ちょっとごめんなさいです。はい、ちょっと大変申し訳ございませんでした。なんですけど、ちょっと今ね、ちょっと思いつくところっていうのは、このドライブスルー PCR 検査なのかなと思います。これ、この地域外来検査センターということですね。はい、なのかなと思います。はい、ということで、終わりたいと思います。富山の堀耕道でした。ありがとうございました。